んです。今ね、秋田からちょうど帰ってきたところなんですけど、今の時刻がね、9時50分 で今日の日付、12月の23日、本日平成30年で、平成の時代に天皇誕生日というのはもう今日が最後なんですね。でなんかこんな肘ついていっちゃよくないかな。もう12月23日に皇居に来て、今日が最後だって言うんならもう行くしかないだろうと思いましてね、本日は皇居の一般参賀にちょっと訪れてみようと思います。なるべく失礼のないようにね。宮内庁のホームページを見ると9時半から11時20分に午前の部通ることができるのか。というか午前も午後も2回もやるんですね。天皇陛下も大変ですよね。皇居で次の通り行われます。午前の参賀、天皇陛下が皇后陛下、皇太子、同妃、両殿下、秋篠宮、同妃、両殿下、眞子、内親王殿下および佳子内親王殿下とご一緒におおむね3回ちょっと読めないんですけど、ベランダにお出ましになる予定です。長和殿と読めばいいのかな。ちゃんとそのルートとかまで、ルートっていうかどこからこうなってこうなってっていうのが決まってるんですね。記帳は兵庫県名で氏名を記入することになりますが、筆記用具は記帳所にありますと。注意事項、非常な混雑、手荷物検査が行われます。広場から、正門入門までに1時間以上かかる場合があり、午前に来ても、あ、なるほどね、でもまだ今から行けば間に合う可能性は十分にあります。そんなに混むんですね。撮影とかはしていいらしいことは知っているんだけれども、これか、三脚キャタス等の機材を使用し、または行として写真映画等を撮影すること、これってどうなんですかね。 YouTuber ってのはちょっとあんまり良くないよな。そうか、ちょっと広告つけないで出しますか。それだったら多分大丈夫だと思うんですけれど、別になんか変なね、政治的意図があってこの動画を出してるかそういうわけじゃないんですけど、でもやっぱり私もね、前からずっと気になってたんですよね。あの中でどんな風な雰囲気でね、どういう風にやってるのかなってちょっと体験してみたいなと思ったし、行ける時に行っとこうと思ってね、今日せっかくこういうチャンスがあって、しかもこの後の用事が特にありませんから、やんなきゃいけない仕事はいっぱいあるけれども、別に今すぐやんなきゃいけないわけじゃないし、じゃあちょっと行ってみようと思い立ったわけです。丸の内駅舎のところから行幸通りをまっすぐ来ましたけど、凱旋右翼っていうのかな、ああいうような人たちの車もいっぱい止まってました。なんだああいう風な車とかも改造してね、私はよくわからないんですけど、まあそういう方たちも確かに多く見ますよね。橿原神宮に行った時もね、建国記念の日はすごかったですが、和倉門のところから入るそうです。でも相当の混雑でね、多分これがその行列なんですよね、入るためのなんだと思うんですけど、すごいな。私の身近に一般参賀に行ったことがあるっていう人は、話は聞いたことはないんですけど、こんなにみんな行くんだね。まあいつも皇居って結構人はいっぱいいますけどね、どっちかっていうとオアシスみたいな感じで、こんだけ人がギュッと押し寄せてこの広い敷地にぎゅうぎゅう詰めになってるのはあまり見ません。さすがにものすごい混雑でね、中でもちょっとこういうベラベラ喋るようなことはしがたいなと思って全くしませんでしたが、そしてまた皆さんご覧いただいて分かったように、中もですね、大変に混雑しておりまして、だから例年をはるかに上回るもう異常な混雑だったらしいですね。さっき東京駅の新幹線ホームでね、ホームページ見た限りはお出ましにも間に合うだろうなと思ったんですけども、結局間に合いませんでした。1時間の待ち時間を予想していましたが、2時間ぐらいかかりましたかね。多分待っていた時間全部足したらそれぐらいになったと思います。奥にね、警視庁とか国会議事堂とかそういうのも見えますけど、ここは皇居の内側、そろそろ20番から10番までのレーンに分かれています。荷物検査も混んでそうだけど、結構円滑に流れているな。固まることなくスムーズな検査が受けられますよう、さっきのところで、ね、40分ぐらい待ったかな。結構待ちましたけど、動画 の情報の編集とかやってたらすぐでした。おまわりさんみたいな人たちがいっぱい、もう大変です。空港とは違って本当のおまわりさんがやってるからね。でもう間に合わないということになって、それが明らかになった時もですね、もしくは上のところへ着いて、陛下たちがずらりとこう並ばれてお話になるような、あの台のところに誰もいないということがこう明らかになって、もう本日のお出ましは全て終了しましたみたいなことを、皇宮警察なんか、まあ警視庁の方なんかおっしゃっていたところでもですね、これすごいいいなというか、やっぱ特徴的だなと思ったのは、みんなね、残念そうではあったんですよ。すごい残念そうだったんですけど、でも残念だとかね、うわなんだよとか、そういうことは何もおっしゃらない、何も言わなかったんですよね、私の周りの人も。まあ、実は私はね、両陛下とか前にお召し列車とかで降りてこられるのを結構近くで見たことがあるし、それから皇太子両、殿下っていうのかな、
皇太子ご夫妻もですね、ま、実はちょっとまあどこで会ったのかそういうことは言えないし、多分過去も行ったことはないと思うんですが、すごい近い距離でね、一応若干のコミュニケーションを取ったことが あって、別になんか自慢するわけじゃないんですけど、だからその、ま、今回別になんですか、その拝見できなくても別にそれはそれで構わないやと思って私は言ってたんですが、それよりもね、見ることができなかった人たちの残念なんだけれども残念そうな素振りをしちゃいけないんだなみたいな雰囲気をあそこで感じることができたらね、結構これはいいことだったなと思います。まあね、別になんていうんですか、私はそんな皇族万歳みたいな根拠もなく、そんなこと言うあれはないと思うんですけど、今の天皇陛下はなんかすごいいい人みたいだから、人間としていい人だからね、お疲れ様でした、お勤め、お疲れ様でしたと、まあ、そういう風な気持ちでいるのは別に、多分これはそんな失礼なものの言い方じゃないと思うんですけど、お疲れ様っていうのは失礼な言い方なんでしたっけ、正確には。でも多分天皇陛下は私が今こう喋ってたのを聞いてもそれを咎められたりはしないと思うんですけど、どうですかね。でまだあんだけぎゅうぎゅう詰めになってみんな頑張って東京行って方面へという感じですけど、もうなんかちょっとあれに混じるのは嫌だから少しここでのんびりしてからね向こうへ行こうかななんていうふうにも思いますけどね。ここにももうぎっちり今人が詰まっていて、このまま行幸通りをまっすぐ進んでいるわけです。よし、丸ビルでなんか食べて帰ろう。ご視聴ありがとうございました。